節分の鬼、葛飾北斎、北斎漫画悪鬼は日本や中国、朝鮮半島などに伝わる人間たちに対して悪をばらまく鬼たちの総称の一つ。邪気、悪魔などとも総称される。様々な災い悪は悪鬼によって世にばらまかれるものとされていた。中でも病気、特に流行病は悪鬼や益鬼たちの仕業とされ、大規模な流行病が 世間に発生すると、人々は、儀式やまじないを行い悪気の退散を祈った。悪気あるいは悪魔という言葉は、仏典や漢石を媒介とした仏教、道教、陰陽道などを通じて広まっていった。悪気という熟語は、全身の追句として構成されている。仏教では、悪魔悪気、悪気邪魔、悪気周魔あるいは悪気羅刹などと並び称されることも、多い。 例えば、百遊行には、バーラの参道には悪鬼たちや羅折たちが多く、出没するので旅人がよく食べられてしまう、という話や、古い家には悪鬼がいるという話などがある。総称的な意味合いとは別に、人間に害悪をなす存在という意味で、文章語などでは、四天童子や茨城童子あるいは、手長足長など、個々の鬼などの代名詞として、あるいは、 悪逆非道な行為をする人物などを比喩的に表す際に悪気、邪気などの語は用いられる。仏教や主言道などで悪気や悪魔は人間を外から薬病や災害や社会構造などで害するものとうちから欲望や精神や信仰心などを操作して害するものとに対別できるともしている。信仰の上では外と内ちとの違いが論じられ、 内なる悪気や悪魔を制することによって煩悩からも逃れるということが宗教者などには追求されるが政府も民衆も基本的には外在の最悪に関する悪気や悪魔を克服すべきもの、重複すべきものとして広く取り扱われてきた。日本でも古代以来この傾向が強く悪気や悪魔たちを原因とした物事の多くは流行病や天災、平乱、 共作など、外在する最悪であった。朝廷に祭り終わる者や盗賊、悪党たちを鬼と称することも、その延長であり、悪気に対するイメージが伺える。悪気を駆除、退散させる方法は様々である。豆まきとして、年中行事に根付いている、節分の日に豆をまいて、悪気を払う、という風習もその一つである。他にも、 悪気を払うとされている日本の民間での年中、行事には以下のようなものがある。仏教芸術では、とりわけ四天皇など天部の諸尊の像に踏みつけられたり聖伐されていたり邪気や悪気が屈服させられた状態で廃されることが多い。天闘器、流闘器の木像などもこれにあたる。悪気たちの造形は主として仏教美術に由来している。 インドからもたらされた地獄の鬼たちのイメージが時代を下ると共に民間にも広く普及していった。ありがとうございます。